キックアウト外に出しました。二宮が攻めていく。これも決まらないか。タップした。ここを拾いたいですね。1回でですね。5番アイザックバッツ、ナイスフォローです。マニはボールをキープしている。囲まれているが抜いていくか。ナッシュと決めましたね。田原、決めた。11番寺様、衰えてるのかなということで、やむを得ないのかもしれません。まだ復帰したからね。復帰戦目ですので、はいはいはい、あ、惜しいですね今のは。11番駒沢、あと前の方からプレスをかけますね。またボールを奪われてしまいました。山形です。キャプテンハールですね。ハーパーも2桁得点、10得点になりました。山形のオフェンス、とにかくディフェンスでボールを持った選手への寄りが早い。トマス・ベニス、ナイスパスです。速いパス回し、山形ワイバンズ、しかしシュートに行けない。田原、シュートに行く。ミドルシュート、よく決めましたね。ポゼッションは越谷です。チャップマン、まずは1本決めました。さあ鈴木大、リバウンド山形です。もう一回立て直しですね。はめる方、スリーポイント、ハーパー実力ですね。14秒あります、十分です。さあスリーが決まれば同点だが、スリーポイント、3本目同点。一気にフロントコートまで運びます。17番田村、抜けていく、抜いていった。さあ越谷はチャンスです。13番菊池、ナイスコンビネーション、ブレゴット・チャップマン。マニは攻め込んでいくが、ちょっと強引だったか。越谷ボールです。最後はジャスティン・ハーパーです。チャップマン抜けていく。ジャスティン・ハーパー、シュートを決める。アイザクパッツ、わこれは仕方ないですね。ベルがもらいに行く。スリーポイントラインを確認してスリーを打つ。スリーポイント、まずはここまでは狙い通りです、はい、試合終了です。101対91、差は最終的に10得点となりました。